はーい、チッス、ハロー。ハロー。おー、聞こえた聞こえた。画面真っ暗ですよ。はい。久しぶりにさ、ズーム使ったらさ、なんか設定がさ、英語になっててさ、全然わかんないんだけど。いや、別に問題ないでしょ、英語でも。まあ、多分大丈夫だと思うけど。うんうん。リリカルし、3回目でございます。というわけで、今日喋るテーマ、教えてください。はい、ビースターズでーす。はーい。前回喋った時にもうすでにテーマが、次のテーマが決まってるって言って、もうこれを挙げてくれたんですが。で、まあ私の前知識としては、この間っていうか半年かけてちょこちょこ満喫とかに行って、血眼で読み漁るっていう。でも私、血読な方なんでめっちゃ遅くて、まだ20巻までしか読んでないっていうね。いやでも、20巻まで読めば大体話、そうね、そう、世界観はもうわかるし、何を主題にしてるのかとかいうのもまあわかるから、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、まあそういう程度の人間が喋るということで、はい、よろしくお願いします。毎回テーマ決めるのありすぎて悩むって言ってるけど、でもなんでこれになったの？他の人がさ、いろんなゲスト来てるじゃん。あ、はいはいはい。それをまあちょっと鑑みた時にとっつきやすい。ああ、なるほどね。意外となんかシンプルな理由だった。それぐらいの理由しかない。でも割となんかあれだよね、好きそうだよね、リリカル的には。いや、めっちゃ好き。え、これ自体はリリカルは何で知ったの、まず一番最初は。なんか普段、LINE 漫画ユーザーなんだけど、はい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 、おすすめみたいな感じで出てきて、はいはいはい、それでなんか表紙の絵柄がさ出てきて、まあ、その時点で、あ、多分好きだろうなって思って。あ、絵柄でね。そう。ああ、なるほど。いや、ほんでちょっと全く知らない人のためにさ、この作品をさ、まあ、ビーストとスターね、スターのこう合体した、まあ、造語がビースターズで、ビーストっていうぐらいだから、まあ、獣人が登場人物なんですよね、これは。はい。獣人ってあれかな、あんまりメジャーじゃない言葉かな。だからズートピアみたいなね、動物が、うん、そうだね、もっとあれの人間版みたいな感じ。だいぶ獣に寄ってるけどね。そうだね。そうだね。骨格が人間っていうだけで、もうなんか生態とかは全部もう動物にかなり寄せてるっていう風な感じの、人物がもう生活してる、人間みたいに生活してるっていう世界観の作品なんだよね。そうそう。その時点でもう私は、なんだろうね、楽しかったんだよね。好きポイント教えてよ。推しポイントというか。すべてなんだけど。いや、わかるけど。まあでも、はい、まず第一に、うん、でもあれなんだよ、なんか1話っていうか、まあ1巻の時とかより、うんうん、こう、だんだん絵が上手くなっていってるのが、すごいわかりやすいなって思う、この作品は。特に。確かに確かに。そうね。なんかよくあるじゃん、連載中に画力上がっちゃってさ、もう絵柄めっちゃ変わるパターンみたいな。うんうん、元の絵柄の良さを残しつつ、こう、上手くなってた感じだよね。うんうん。だからそれも見れるのが結構いいかなっていうのと、まあ、世界観の作り方が、うん、まあ、やばいよね。うん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 。どこでグッときたの？なんか、例えば、うんうん、その人間世界に動物を当てはめた時に、はい、肉食と草食のその差とか、うんうん、鳥、鳥類の動物は飛行免許がいるみたいな設定とか。わかるわかる。なんかそういうなんか細かい設定にすごい、すごいなっていう。ああ、そうだね。なんかリアルだよね。なんかあそこはそういう生態系を組んで、こういう設定になってるんだ、みたいな、うん。なんか飲食店に入るシーンがちょっとあって、うどん屋さんだっけ、うん、なんか忘れたけど。で、なんかその大型動物用の入り口と小型動物用の入り口が分かれてて、うん、それがなんかすごい細かいなと思って。どこの話か忘れたけど、うん、動物とかによって、うん、ファッションに対する悩みとかが描かれてるところとかがあって、あったね。その、ヒョウとか、うんうん、そういうなんか猫っぽい動物とかだったら、うん、スタイルはめっちゃいいけど、うん、なんか自分が柄物だから柄物の服はあんまり着れない。はいはいはい、あったねあったね。そういうところまで描かれてるのがすごい細かい描写だなって思った。うん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 。でもなんか、うんうん、同じ動物でもちゃんと顔が違ったりするのとかも、うん、すごい人間の描き分けよりも数倍難しそう。
確かに。え、どの種族で一番それを思った？ライオンでしょ。いやー、そうだよね。やっぱ獅子組ですよね。なんか今ここから作品読んだ人でもわかるようにさ、こう振り返りも含めて、何々が上手な誰々とか、こう、一コマずつね、顔と、こう、ちょっと性格とか特徴が出てくるコマがたまに出てくるんだけど、めちゃくちゃすごいなんか毛並みが違ったり、目に傷があったり、毛の生え方が違ったりとかさ、あとなんだっけ、主人公がね、灰色狼だよね、うん、の、家系なんだけど、そのたまにというか、どっかで家系図が出てきたと思うんだけど、それも、なんかちょっと、目の傾きとか、なんかこう。違うよ。そう。しかも、メスかオスかで、ちょっと毛の向きが若干違ったり。でも、個人的に、すごいなって思ったのは、レゴシと、おじいちゃんの、わかる！違う動物なのに、そのなんか、血のつながりを思わせる。わかる！わかる！このなんか、この目がわかるよ、この目。そういう。そうなんだよね。なんていうの？まあ、なんかその、レゴシのおじいちゃんが、全然別種族の、コモドオトカゲのおじいちゃんなんですけど、その、なんていうの？もう全く同じ構図で、同じ角度で、2ページにわたってドンドンみたいな感じで比較できるコマとかがたまに出てくるんだけど、もうそっくりなんだよね。うん。あ、なんか、血を分かち合ってるっていうのがすごい分かって。あれすごいよな。うん、すごい。書き分けとして。え、だって、え？種族違うのに顔が似てるってすごくない？とか思って。絵を見るだけでも面白い。うん、あー。いいね、ちゃんとじわじわ、作品の輪郭から迫ってきてる感じがいいですね。まだ絵のことしか喋ってないからね。うん、まあ、絵だけでもまあ十分楽しめるから。そうね。なんか前さ、なんかなんだっけ、コロナが落ち着いたらさ、世界旅行行きたいとか言ってたじゃん。うん。あれ、あの願望はまだある？もうない？いや、行きたいなって思うけど、実際に行くんですかって言われたらどうでしょうねっていう。なんかさ、今だったらさ、お金あったら、なんかこういうことしたいなとか、どこどこ行きたいなとかある人多分たくさんいると思うんだけどさ、なんか本当に、そのもう余るぐらいのお金が今自分が使えるお金としてあったら、なんか本当は別に対して何もやりたくなかったことに気づいて、もう本当になんか終わりになるんじゃないかなって思ってる。めちゃくちゃ終末思想だな。でも実際そうだと思うんだよ。憧れてるぐらいがちょうどよくて、実際にやれる状況になったら大してやりたくなくなってると思うんだよ、ああ、まあでもそういうことあるよね。うん、憧れてる時がさ、一番なんていうの、リスクがないのもあるしさ、楽じゃん、コストかかんないしね。そういうとこあるよな。だからあんまりなんかしたいなって思っても、結局しないんだろうな自分はって思って、どうでもよくなる。いやー、わかるわかる、言ってること。それでもさ、なんて言うんだろう、リリカルさ、創作したりするじゃん、たまに。たまにね、最近はやってないけど、あれはなんでそうなるの？なんか、なんて言うんだろう、創作って表現の一つじゃん、一応。まあ暇つぶし。あ、暇つぶしなのか。なるほど。あーはーはー。暇つぶしでもないけど、なんか昔はそれが楽しくてやってたけど、小学生の時とか、絵描いたりとか、でも最近はあんまり、楽しいなとは思うけど、それにかかる自分の精神的コストの方が大きすぎて、マイナス面の方が大きいかなって思う。あー、なるほどね。え、でもリーカルって今何歳だっけ？あ、20歳になった。20歳になったか、ついに。そうだよね。20歳ってこれやばくない？いやいや、別に全然やばくないと思う。なんか正常な気がする。なんかさ、元気があったとしてもさ、なんか最大が0で、もう100になることはもうないわけ。生きてて。はい。もうおしまいだよ。え、今はいくつなの？今？うん。マックス0なわけでしょ？ 0 が最大なわけだから、もう常に、マイナス30ぐらい。あー、そうなんだ。え、ちょ、待って、最低値はいくつ？最低値は。え、最低値は無限。その時、もう今までで一番最悪だわって思うたびにマイナスを更新していくみたいな。すごいね、それ。え、じゃあ、なんていうの？こう、めっちゃどんどん下に下がっていくってこと？そうそう。だからあの時よりはマシって思うことはあんまりない。じゃあ今が一番いつもひどいなんだ。って思う。へー、え、それしんどくない？
なんか、しんどいなって思うけど、うん、まあでも別にそれが普通なのかなって。へえ、あ、もうリリカルとしては普通ってこと？自分としてはってこと？うん、ああ、へえ。達観してるね。すごいね。え、でもさ、これ多分、創作する人に共通してると思うんだけど、うんうんうん、なんかさ、傷ついたりさ、打ち込んだりした時の方が進まない？うん、あ、そうだ、わかるわかる。めっちゃわかる。多分わかる人めちゃくちゃ多いと思うけど。ああ、そうだよね。これ結構共通してると思うんだけど。まあ、もちろんさ、なんていうの、ポジティブな、その、純粋なやる気をモチベーションにする人もいるけど、なんかその、負のものを、こう、バネにしてというか、そこから、なんか、もう、滲み出ちゃうやつを創作に、こう、昇華する人も絶対いるよね。うん。ああ、わかる。大体そう。そうね、そうね。ああ、いいね。いやだからさ、そこがね、唯一ね、唯一じゃないけど、なんかその、創作に許された、なんか、救いの部分というか、マイナスのものもさ、創作に活かせなかったら、もう本当にさ、しんどいだけじゃん。まあ、そうなのかな。落ち込んだ時とか、もう、すごい病んでる時とかね。うん。いや、なんか、あれだね、雑談的な側面すごい今回あるなって思ってたけど、なんか、いいんじゃないか、この話そのものが青春群像劇なのでは。ちょっとなんかマイナスの話がなんかしたくなってきた。え、ちょっとこの作品の話に若干戻ったり、まあなんか自分自身の話もなんかちょっと絡まったりするかもしれないんだけど、うん、リリカル的にはでいいんだけど、この作品のさ、なんかテーマ的なところっていうか、なんかメインストリームは何だと思ってる？あ、メインテーマね。はいはいはい。まあ、すごい漠然とした感じで言うと、うん、なんかそれぞれの地獄とそれぞれの天国みたいな感じかな。すごいね。なんだろう、なんか普段普通にさ、まあ、人間世界でさ、うん、生きてるわけなんだけどさ、うんうんうん、普通に生きてても、うん、みんなそれぞれの地獄背負ってるよなって思うんだけど、うんうんうん、それをリースターズであれば、まあ、レゴシというね、一主人公に置いてるわけで、うん、なんかそれにフォーカスしているのかなっていう、まあ、葛藤とかね、でもその中にもやっぱり、まあ、ちゃんと光の部分も描かれてるかなっていう。確かに地獄だけではないもんね。うん、個人的な好みとして私は多分レゴシには共感できないだけど、そうなんだ。人間として、うんうんうん、まあだからって別に嫌いなわけではないんだけど、うん、でもなんかやっぱりそれぞれ抱えてるものが結構重いのが、ちゃんと描かれてていいなって思う。うん、ああ、なるほどね、なるほどね。あのね、私ね、好きなのさ、なんて言うんだろうね、マイノリティに光をこんなに当ててくれる作品なんかいいなって思ってるんだけど、うんうん、レゴシって変態じゃん。うん、あれ多分人間だったら、外国人の、しかもなんか、ロリコンだよね、きっと。まあ、当てはめればそう。そう、当てはめればね。なんか、うん、そこになんかさ、気づいていく過程が、まあ、前半かなと思うんですけど、で、自分のその属性が今までわからなかって、気持ち悪いって思ってたんだけど、後半になるにつれて、あ、俺ロリコンだったんだって、自分はそういうものであるっていうのをなんかちょっと気持ち悪いんだけど、でも認められてるっていう過程をごっそり描いてるのがすごい私は好きなのね。なんか、うん、で、そういう自分の中のレゴシって多分いろんな人にあると思うわけよ。その、なんか自分の中のそのレゴシ的な変態性というか、人には理解されないし、こう、公に言うとその差別を受けたり、迫害されたりするかもしれない恐怖っていうのを抱えつつ、でもなんかそこで投影できるところは、自己投影できるところは結構でかいのかなって思う。出てくるキャラでさ、一番レゴシが好きなの？ちょっと待って。うわぁ、好き。好きはみんな好きよ。いや、それはそう、前提だけど。そうで、そうで。まあなんかその漫画上のストーリーで描かれる生き方とかに対して誰が一番好きかみたいな。ちょっと待って、考えるからちょっとリリカル先に言って。二人でいい？はい、どうぞ。ね、まず一人目は、はい、ルイ先輩。あずるい。絶対。ずるい。絶対だから。はい。で、もう一人は、うん、ピナくん、羊。おお、ピナくん。なんでなんで。ルイ先輩は、うん、出身、これはすごい大ネタバレだからあんまり言葉を濁して言うんだけど、はいはいはい、出身があんまり恵まれていない、うん、
なんかすごいものを背負わされて、うん、あ、なんか孤独なところが好きかな。あー、そうね、そうね、一番孤独かな、彼が。うん、わかんないけど、うん、孤独成分を一番描かれてる気がする。うん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 、なるほどね。ピナ君は？ピナ君は、まあ、人間界で言うと、あの、なんか俗に言うチャラ男的なキャラだと思うんだけど、うんうん、なんかそれでも、ピナ君が、うん、あの、演劇部の中でさ、演技をする、して、なんか部員たちを、うん、なんかちょっと驚かせるみたいなシーンの時がめちゃくちゃかっこよくて、チャラついてるけどちゃんと芯がある感じが結構好き。あー、わかるわかる、そうなんだよね。あとなんかちゃんとあのイケメン風に描かれてるのも高ポイント。うんうんうん、そう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 。一人だけなんかもう毛並みおかしいもんね。うん。これ人間だったらすげえ気合入った髪セットしてる男なんだろうな、みたいな。いいセットを持ってきましたね。まあでもみんな好きだけどね。いや、今ね、ちょっと喋ってて思い出したので発表しますけど、レゴシ以外で行くとね、うん、レゴシの学生生活と同じだった時の同居人かつ幼馴染の、ジャックです。あー、ジャックもいいね。ジャック、ちょっと待って、犬種忘れた、ジャックの。どう忘れした？ゴールデンレトリバー。あ、ゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバー。まあ、なんかあの世界の設定ではその例えば犬種が分かれてたら猟犬に使われてた犬はそういうのが得意だみたいな設定が残ってるんですけど、でゴールデンレトリバーもそんな例えば知能が高いとか柔和みたいな平和主義みたいなそういう属性があったらそれがその性格に反映されてるっていう世界観なんだけど、でジャックってこういうところがあるよねって言われたら、いや僕はそういう風に作られたからさっていうところを、まあ、あ、そこめっちゃいいよな。そうそうそう、なんかこれは僕がそうであるわけではなくて、そういうもんだから僕はこう考えちゃうんだよみたいなところをずっと背負ってる子なんだけど、で、なんかその、それが自分らしさっていうものなのか、揺らいでる感じがずっと随所で描かれてるんだけど、後半でレゴシとぶつかるじゃないけど、割と真剣な話をするところとかで、レゴシがいたから壊れずにやれたのかなみたいなところとかもあって、でもなんかレゴシがすごいらしいなって思ったりとか、そうなんで、最初、前田さんがすごいらしいなって思ったりとか、いろいろすごいらしいなって思ったりとか、すごいらしいなって思ったりとか。すんごい好き。ジャック、いいよな。いいよね。リリから喋り足りてる？大丈夫？語れた？ビースターズの魅力を。まあやっぱり、読んでない人に対してそれの良さを伝えることの難しさを毎回これやるたびに実感するんだよね。いや、あのね、ちょっと、わかる、わかるんだよ。その、もちろん見てない人も、それ、いるだろうけど、でも、あのね、違うのよ。あの、多分、あの、チャコの趣旨だと、はいはいはい、ただゲストに来た人が、うん、あの、いっぱいなんか喋って、うん、楽しかったって言って、うん、あの、ハッピーエンドみたいな感じだと思うんだけど、はい。思うんだけど、やっぱり、創作をするものとしての一面が出てしまい、これを見る人のことをやはり考えてしまい、はいはいはい、これを見る人は、この作品を必ずしもみんなが知ってるとは限らないからっていつも思いながらやったら、うんうんうん、あのちょっと微妙な感じになっちゃう。え、それ不完全燃焼までいっちゃうやつ？いや、そこまではいっちゃう。あ、よかった、よかった。怖っ。でも後から、あ、うん、あれ喋っとけばよかったって思うことはたまにある。そうだよね、そうだよね、思い返してね。うん。でも何でもそうじゃない？なんか好きであればあるほどさ、あれも言いたかったっての出てくるよね。まあね。それが出てくるってことは、ちゃんとそれを好きなあのものとしてテーマに選べたってことだと私は思うから、いいなって思う。じゃあ、いっか。いいっす。問題ないっす。はい、では5文字終了したということでおさらいに行きたいと思います。わあ、やばい、めっちゃいいかもしれん。お、全部の字がね、今日書いた字の中で一番いい気がする。すごいじゃん。おー、いいね、いいじゃん、いいじゃん、全部いいじゃん。でもやっぱり気に食わないわ、よく見たら。そう、なんて言うんだろう、上下が結構割と揃ってる。上下左右の長くするとこのバランスがいいですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか、今日は。今日は、はい。あんまりビースターズの話をしていません、実は。そうだね、ビースターズの話っていうかもうなんか、何の話今回は。あ、そこに書いてある5文字の漢字の通りになったね。でも、
なんかね、リリカル界にしては一番なんか脱線じゃなかった気がする。でもそれは多分ビースターズのおかげじゃん。そうだね、そうだね。ビースターズ自体がさ、うんうん、結構人生みたいな感じだからさ。うん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 、そうそうそう。結構いい感じだったよ。でも話せるテーマはめっちゃいっぱい持ってるよ。うん。あの、最後におすすめの作品言ってから帰るわ。はい、お願いします。チョコレートドーナツっていう外国の映画があるんだけど、はい、すごいおすすめだけどめっちゃ重い。あ、重いんだ。そんなタイトルの割に気楽には見れない。気軽な気持ちで見たら結構、はい、あーってか疲れるかも。ちょっと引きずっちゃうかもしれないからね。あのタイミングを見て視聴する映画ですね。はい、というわけで今日は、リリカルさん3回目ビースターズのお話聞かせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。